はい、どうもこんにちは、こんばんは、アマです。やっとパソコンが復活したので、今回からラストピリオドの動画もですね、こういった感じで、パソコンから収録することができるようになって、最初の動画なんですけれども、こちらですね、ピックアップコール限定で、新たに3人のキャラクターが追加されましたね。こちら見ていきましょう。まず星5にですね、 C バージェス、この C ってのが何の略なのか僕ちょっとわからないんですけれども、 C さん、あとバーバルさんと、このまあ星5が C バージェスさん1人と、星4にバーバルさんと、どの人だっけ、ビブリオさん、この3人が追加されましたね。確かブラッド、この人がブラッド、バージェスがブラッドで、これが天使スカイで、もう一人が、なんだこれ、よくわかんねえわ。というわけで10連、まあもちろん狙うはやっぱバージェスさんだよね。うん、バージェスさんがやっぱ今回のピックアップの対象なんで、まあ、あのね、フィオ様ロラ様のピックアップの時に出なかったんで、ピックアップがちょっとピックアップに対してあんまりいいイメージを持ってないんですけども、まあ行きましょう。まあとりあえず、バージェス、 C バージェス狙いで、まあ出たらいいなっていうのがメルディアとポルティエ、もうポル毎回これやってますけど、ポルティエが一応欲しいんで、狙っていきましょう。ではもう早速10連コールいきます。5択はいいのでね、頼むよ。まあ、恒例のおっぱいタッチからいきましょう。でもこれね、実写じゃなくなったということでね、おっぱいタッチをねしてるのがこの多分光の感じ、赤い、いくよ。ちょっと音ちっちゃい、ちょっとごめん、音上げていい、これでいいか、よし、いくよ、ティーン。あー、ダメだ。あ、来た、ポルティエ、よし、これ狙い目。あ、何、もしかして星4は、あ、待って、なんか、持ってるやつしか出ないんだけど、あ、新しいやつ、あ、これ知ってるな、俺も、スペアのやつだろう。あー、きついね、ちょっと勘弁してくれ。覚醒なんだ。覚醒なんだ。お、何これ、強そうなの出た。あ、ポルティに、ポルティ出すぎじゃない、ちょっと、さすがに。あ、これってあれなんだ、進化、関係ないんだ。へえ、知っちゃったな、ちょっと今回。知らなきゃよかった事実を知ってしまったわ。あ、そうなんだ。進化したら別枠として、あ、そうなんだ。ええ。なるほど。というわけで、まあちょっと星音が計何体 ?1、2、3体。まあポルテ含め、だいぶ、くれて4体だね。出たんですけど、まあピックアップはやっぱ出ねえな。うん。ピックアップはちょっとあれだな。まあ、ポルティエ、まさかのポルティエが2体出るってことだったんだけど。はい。というわけでございました。ちょっと石が足んないので、まあ、今回このね、ラストピリオド、まあ、無課金でやっていこうということだったんで、ちょっとあれなんですけれども、入手順で見てみましょう。まあ、今回はこんな感じの結果になりましたね。まあ、ポルティエ、出たんですけども、一応プラスついちゃったんだけどね。まあ、これ実質3体目みたいなところあるわ。で、あとこれベノム。これも持ってるんで、あれですね、ちょっと複雑な感じですね。で、ちょっとこれ今回これなんだっけ、こいつパリス邪魔、スカイレルの邪魔さんなんだ。あとこれね、なんだっけ、あ、これバーバル、これ新しく追加されたやつじゃないよね。なんか名前が似ててよくわかんないわ。これは今回新しく追加されたやつではないやつね。これは新しく追加されたのはバーバルじゃなくて、何追加されたやつって、バージスと、バージェスと、ビブリオと、あ、セレストだ、ごめん、セレストだった。失礼。バージェスは全然関係ないですね。はい。まあ、という感じの結果になりました。まあ、正直言ってクソです。はい。ちなみに進化する子いる？進化する子いたら結構嬉しいんだけど、進化、お！出た出た、ほら！進化する子いるじゃないですか。星5になりますね。これでとりあえず、やることが増えました。で、これ、ちょっとポルティさんに関してはちょっと、この後ですね、もう一本動画を、ラストピリオドの動画を上げようかなと思ってます。まあ、ここまで1ヶ月やってみての、まあ、感想とかそういうのを語ろうかなと。僕なりにね、思ったことを語ろうと思う動画があるので、そちらの方を見ていただければと思います。ということで、ピックアップコールでした。はっきり言って、クソです。ご視聴ありがとうございました。